鮮やかな赤い花に薄ピンクの花。松江市のホーゲルパークでは今月初めから園全体がハロウィン仕様に装飾されています。ハロウィン前日の今日、訪れた人たちは各スポットで写真を撮ったり、無料で貸し出される帽子で仮装し踊り出したり、ハロウィンを全力で楽しんでいました。中でも人気なのが1日2回行われるペンギンたちのお散歩。この時期はカボチャや魔女などの衣装に身を包み、よちよちと行進。大勢の人をかき分け、時にはカメラに近づきサービスショットも。訪れた人のシャッターを押す手が止まりません。可愛かった、かっこよかった。一番お気に入りの衣装はどれですか？紫。僕いつもです。久しぶりに見たので本当可愛いです。どうですかこのハロウィンの衣装は？いいですね。ホーゲルパークでは先週末にもハロウィンイベントを開催。1000人以上が訪れたといいます。飼育員手作りの可愛らしい衣装を着た、ペンギンだったり、あとは園内の写真スポット、ハロウィン仕様になってますので、ぜひ皆さん一緒に写真を撮っていってください。